皆さんどうもどうもよろしくわらしの DK です。ではね、今回もニューミンドのゴルフデイ55やっていきましょう。ではね、まあ今回もじゃあ菊草の災難からのまあカイドウ氏、まあ漆黒の翼ことやっていきましょう。漆黒の翼言うたらね、テールズオブシリーズをようやっとんねんけど、そこでもね、まあ出てくるんですよ。ほんとね、なんか面白いところのやつやから、まあいざ出陣、今回もね、まあ、これは違う やつや、漆黒の翼は違うけどやっていきましょう。で、まあ中二病ね、発症している人っすね中二病発症してるやつですね。ほんとね、びっくりするぐらい中二病っていう、高校生やのに中二病っていうね。俺なったことないから分からんけど、どういう心境なんかは知らんけど、まあその菊草の災難の災難のアニメを見る限りでは、まあ人前ではなくそういう感じにあって、家に帰るといい子みたいな感じで振る舞うっていう、そういうタイプなんですよね、きっとね。ちょっと痛いやつですね、本当痛いやつ。まあそれはともかくね、まあこれでいけたらいいですけどね。まあその赤えて片手だけ赤い部分にね、10番ホールあるんでね、パー5スタート、そのグローブで再現しておりますちょうどあってさ、びっくりした俺も。あ、じゃあ赤、ぶらぶら危ねえ。よし、あっといけるか、よっしゃ、まあスキップしながらやっていこう。えラフ、ゲージに気をつけろ。ラフっすか、そうか、そうかそうか。でっか、これ傾斜やばすぎやろおい、やばね。あそこに行きたくなかった、フライヤーになるとこには行きたくなかった。だからちょっと焦った。まあなんとかさすがフライヤーいいぜ、フライヤー行っちゃったら絶対よくない方向にね行ってまうんで、それはちょっとね、嫌なんですよね。さて、入らない、チーム2秒落ちバーディーなるか。いや、そういう問題ちゃうやろ、中二病のせいにすんなって言うんですよ。ナイスパーティー、やっちゃうことないから、見てもらう。まあ、でね、あと11番ホール、髪の毛もね、なかったんでね、パー4スタート、色がこの色して、まあが一番近いかなと思ったからそれにするだけで、まあ深い意味はないです。ちょっと嫌やな、ここな。まあこれでいっか。わっと嫌な感じ。ナイスショット、まあいけるか多分。あれ待って、あー見通った、久しぶりに見通った。ライに注目しよう久しぶりに見通ったな。うん、12秒前回で俺もやっていかなあかんのかな。それちょっと、あっおい、俺もやだ、行きたいわ、ほんまそれ俺もあっって頭だ。まあこれぐらいできるんじゃないっていう傾斜あるし、入る、おー、ナイスバーディー12秒最高変わり目やるよ、どうした、目はバーディー、まあ、バーディーやからね。前回みたいなアルバトルって出たら、まあ、俺も12秒になろうかなと思うけど、まあ、並んでいける。12番ホール。痛いやつ。パースリー、さすがになられへんわ。そんな年代ちゃうしょ。まあ、不安定な時期になるからね、ああいうのって。俺、カッコとして不安定な時期なんてなかったから。うわぁ、無理やったか、今回も。あ、どうした、あーいいとこ行くやん、やったようだ、バーディー決めてくれ、まあ、うん、まあ、いいんちゃう、漆黒の翼な、締めはバーディー、でもちょっと俺最初見た時笑いとこ、何このキャラ、よし、13番ホール、何このキャラ、パッ、ね、とそれえっ、でも最初見た時これぐらいか、ピッチ
カーブかけっから、ちょっとここから、ここら辺かな。まあ、アンバサダーにならんことによって。いいや、やってるわ。ナイスショット。いけるやろ、これは。下の方行かんときや。ウォーターアラートってやめてや。ほんまそれやわ。あっぱれ！おし、なんとかまだ行く。イーグルチャンス。そういうこと。まあそれっぽい色はなかったんでね。まあ髪の色ね。何回も言ってもらうけど。そうだ。入るよな。前回狙ったってこんなの。前回か。ね。あれにはちょっと驚いた俺。14番ホール。パー4スタート。ああもうプレイヤー邪魔。やめて本当。そうか、これで木のところ行けば、まあ勝機はある。ナイスショット。うん。どういう勝機か。何？乗る勝機な。あ、乗らなかった。グリーンに乗る勝機な。あるかな。フェアウェイやったわ。無理やったな。うん、これで、まあまあこんだけ離れてるからいけるやろ。ああ、ミスった。アホがおった。どうだ？そうか。入らない。アホや、アディちゃん。まあ入るときのね、カメラアングルって結構変わってるから、わかりやすいんやけどね、入るときは大体。アディゲット！いや、これ入る、カメラアングルって思った。シナリオ通りだ。わかる。15番ホール。パー3スタート！これやってみたらどうかはわからんけど、まあ、そんな感じなんちゃうって感じだと思う。なんとなく。あっと、ムーン自体はいかなんわ、いかなんわな、いかんわな。まあただ乗ったようだ。ありきたりなところに。ありきたりなところに。登りだ。登り、あ、やりすぎてくれた気がしたからちょっと下げた。そうだ。けど、あ、やれやか。お、あ、入れた。うまい。あれ、前にちょっとなんかあったからな。あ、今の12秒よかったな。ポーズが12秒っぽかったな。16番ホール。ポーズだな。これいけるかな。まあ、ちょっと水切り狙っていくわ。あっと、これは終わった。ナイスショット。気がする。俺の中で。まあ、乗ったら乗ってるけど。まあ、無理やろな。さすがだ。狙うはイーグル。知ってた。うん。そうなることなんとなく分かってた。もう予見してたわ。さっき人みたいに。イーグルフィニッシュ。まあ、しゃあないわな。まあ、あそこもね、過去に、まあ、あるは出してるところなんでね。パー4スタート、まあ、ああいうふうに、まあ、乗ってるわけだけど。まあ、無理やね。前回みたいな感じのようにはなる気は。ないと思う。ナイスシャー。前回のはね、まぐれもしくは気合で乗り切った感があったから、あれは。これなんか。うわ、めっちゃやばいところ。さすがだ。やばくはやけど、めっちゃロングやないか。めっちゃロング。ね、いまいちわからない。で、これぐらいか。で、これ、ここ重要。あー、やないか。入らんような予感がしてきたよって、あー、やっぱ行った。バーディー決めてくれ。完璧だ。俺に見せつけてんのか、あれは。マジで払ってくんやけどな、それやったら。うわ、やってもた、もう見なされた、さっきのスピンで。マジか、パーか、しゃあないな。こいつの頭はな、カイドウの。カイドウではなく、粘土力。あれ作れんからな。粘土力の頭は怖い。この勢いで行きたいところ。バカにもほどがあるやろ。これでラスト、18番ホール。ね、バカと、パー5。紙一重って言いますからね。まあ、ほんまに、バカやけど。ほんまの初心者目のバカやけどね、粘土力は。まあ、でも、バカと、その、天才を紙一重って、なんか、いうのは、きっとね、発想がね、どちらもずば抜けてるっていう。常人が思いつかんことを思いつくから、バカって言うんですよ、紙一重って言うんですよ。で、まあ、そういう感じで、まあ、
やるなっていくんやね。まあ、俺もどちらかっていうと凡人いや世界ばかりもなれるからまあいいんちゃう止まれ。まあ時にはねすごく考えすぎることがあかん時もあるから、まあ、そういう時はバカにいいんかそれだけ。あ、嫌なやつ。あったー、これは嫌なやつ。あ、入らん。ストップ。おー、来たよ。来たよな、よかったな。よかったわ。ストップ。おー、ナイスシール。あ、見てないから見てないから、わからなかったよ。あ、終わったもん。あ、いや、マイナス15。やばくないか。それやばくないか。まあ、しゃあないな。今回はまあこんな感じで終わりかな。ちょっと中二病っぽいね、動きがところどころこいつから見受けられるけども、それっぽい感じね。ちょうどそれっぽい感じでよかったわ。ただでアフターウェイ、あ、アフターウェイ大丈夫フェアウェイキープがね、上がっただけ、うん、アフターウェイ獲得 OK。 後の道それは違うな。後の方法何やねんそれ。意味わからんし。お疲れさん。お疲れ。ってな感じでね、まあ今回はここら辺で終わろうかね。うん。まあ今日からね、モンスターハンターワールドもっていうかまあ録画な髪取りなんですけどやってるんですけど、まあこれが出る頃にはまあもうモンスターハンターワールドの方ね発売日になってるんで、もしかしたらもしかしたらじゃないですけどこれまあ。今日言いますけど来週1週間ね、まあ、ミューミングルお休みしますということで、まあ、先に伝えておきたいと思います。ではまあこんな感じで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。アデュー、アリアス、グッバイ、さらば。